ないと。そうなんだ。急出しお願いします。急出し、あ、もうもう、そう。はい、全然大丈夫です。ヘッドホンだ。ちょっと下がって。はい。うん、YouTube は向いてます。向いてますか、載せ上手。そう、あのね、うん、声も大事だね。え、声ですか。どういう声がダメで、どういう声がいいんですか。あのね、柔らかめ、うん、柔らかめか、うん、うん、でもささやきはいいからね。ささやき動画の、そうささやきの、内容も重要ですよね。そのささやき声で何を言うかも。ささやき声、まあ、でもだから、うん、内容は普通でいいんですか。別に、そうそうそう、だって俺台本作ったことないし。すごい即興ですか全部。台本とか、まあね、結構ね、YouTuber って作ったりする人いるけど、うん、どうなんだろうな。台本作っても結局なんかそれそうだし、うんうん、それで、うん、まあ編集もあんまりしないし、でもよく言われるのは編集してるんですかって。編集してます。いや、私もしてるのかな、どうなんだろうって思ってました。うん、2日でね、はい、12万人ぐらい見に来る。2日で12万、うん、2日で12万、うんうん、すごい。でも、まあ、動画自体ね、1000本ぐらいあるから、あ、まあまあ確かに数もありますけど、うん、でもそれだけコアなファンがいるってことですね。2日で12万、うん、いいな。バイノーラルマイク、売り、あの普通の家電製品のお店行けば売ってますか。いや、アマゾンで。アマゾンで。あのね、うん、私の概要欄にみんな機材は書いてある。あ、本当ですか。わ、うん、かりました。全部 やりたい人はこれ。ちょっとそこ参考にして。うんうん、逆にいろいろ種類がないっていうのがありがたいかも。うん、そう、ない、ない、ない、うん。選びやすい。本当にない。もうね、でもね、本当の本当はだから一眼レフカメラも本当は、ソニーの GH5 っていうのをみんな使って、俺はもうね、キャノン派だからそれを使ってない。え、それはいくらぐらいで買えます。あ、でも30万、30万、でも20万ぐらいだったかな。高い。
ドライのだから iPhone で、そのバイオノーラルマイクが、うん、じゃあ私 iPhone にしよう。今 iPhone って高いんだよね。うん、でも30万しないですよね。さすがに。でも iPhone も結構写真なんかは、うん、あの一眼レフみたいに 裏ぼけって言ってぼかせる、ね。今、うん、すごい、今そんなん撮れちゃうんだ。うん、そうそう、今。うん、でも一番いいのはね、自分らしく。お酒は飲みます？お酒はあんまり飲まない。人並みぐらい。本当に晩酌はしない。はしない、しませんね、うん。なんかお酒と関係あるんですか？あの俺が好きな動画ってね、女の人の一人飲みの動画とかね。そういうの好きなんですか？そうそうそう。おえ、じゃあ例えば目から上は隠して、うん、口から下だけでこう飲んでる画像とか。本当は顔出したいね。顔出した、悩ましい。悩ましいな。悩ましいな。今ねでもね、あとね、サングラスかける人とかね。サングラスか、サングラスならいいかな、うん。でも自分を客観的に見て、だからやっぱりあのメイクともちゃんとするようになるし、うん、そうそう。結構それか別に、その上げなくても、うん、未公開できるのね。え、未公開？未公開って自分だけ見る。え、自分だけ見る？うん、え、誰も見ないんですか？そうそうそう。なんかバカっぽくないですか？でも自分を客観視できるわけじゃない。あ、そういうこと？あ、そういうことか。うん、え、じゃあ当然いいねも悪いねもコメントもつかない、うん、つかない。あとはだから、の一般公開しないで、だ URL だけ知ってる人だけが見るっていう。あ、はいはい。あ、じゃあ本当に限られた人だけに教えてっていう。教えてる。うん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 。へえ。あ、そうか、そんな風に範囲が設定できるんですね。そうそう、全部できる。うんうんうん。別にはね、オトフェチじゃなくたっていいんですよね。うん、まあ自分が好きだからそういうのに携われたら楽しそうだけど。あ、そうだからね。あ、でもね、うん、一番いいのはだから身近にそういう人がいると、うん、だからこうやって聞けるでしょ、うんうん、そうするとできるんだよね。すっごい勉強になります。そうそう、あれ見てパソコンと同じでさ、Windows 買うか Mac 買うかって近くにね教えてくれる人がいれば、そっちを買いなさいってよく。そうですよね。じゃあ弟子にさせてやろう。本当にさせてやろう。じゃあ5番目の弟子ですか？5番目の弟子。こんなこと言うとね、まず弟子にしてください、うん。あ、そうですよ。どうするんですか？6番、7番がどんどん殺到しちゃったら。僕も私もつって、ね、うん。いや、でもすごい光栄ですね。嬉しいですね、弟子。その感じであげなきゃダメだよ。あ、そっか。あ、じゃあ未公開ダメですね。いや、未公開でもいいけど、いい動画は上げてない。上げないと。じゃあまずいろいろ買い揃えないとな。あ、でも、うん、本当に iPhone だけで。iPhone、じゃあ iPhone 買わない。iPhone ってその場で、本当に変なので、簡単に生放送もすぐできるし。パパッと取れちゃいます、うん、パパッと取れちゃう。Android だったから分かんないんですよね。アンドロイドでも多分、あ、でも、あ、そうか、そのバイノーラルマークはね、アンドロイド使えないんだよね。なんかただの録音機能はあるんですけど、うん、バイノーラルじゃなさげ、そんな良さそうなのじゃない、うん、
フレコはみんな言っちゃったからね。言い尽くしました。言い尽くしたからよし、おっしゃ。オッケー、オフレコはここでは喋れない人。そういうこと言うと、それは何だったんですかとか質問が来ちゃう。うん、ローズクォーツの向こう側に置いてある、うん、あの層になってるやつは何ですか。もともとそういう風なろうそくみたいな。あ、ろうそく。そうそう、あ、ろうそくなんだ。これどこのろうそくだっけ。使うのもったいない。何本だか使ってないけど、ね、うん、本当ですよね。うん、この動画見るとね、みんなね、うん、あの黒髪まっすぐでいいですねって言う。そうなんですか。ありがとうございます。そう、すごいくせ毛だけど、うん、かけてこの状態だけど、地毛はチリチリ。ごちそうさまです、はいはい。もう一回流しますね。はい、はい、よく言ってるよ、よくね、うちらもね、うん、あのご飯食べに行ったりするとお客がいっぱい入ってくるとか、うん、あ、そうそう、そういう人いますよね、客の人。もう、もう俺でいいかな、俺で。それです、それです、うん、あの幸運をもたらす体質なんです。多分それだけプラスのパワーとか秘めてらっしゃるんじゃないかと思います、まあね、うん、だから人が引き寄せられるんですよ、間違いなく、うん、でもね、うん、みんな悩んでるんだよ。それですか、そこですか。この人なら話してもいいかもみたいな。でも親とかね、うん、言いづらいし、うんうんうん、先生は聞いてくれないし、うん、意外となんかこうちょっとだけ遠くにいる人の方が良かったりしますよね。まあね、だから YouTuber ってね、うん、本当に近くにいる、本当に。いやThank you.
何ですか何ですか何ですか。ああそう。ああやった。嬉しい。いや、なんか音としてもすごくいい音じゃないですか。おあ、ありがとうございます。まだあるんですか。嬉しい。あ、これね。これはね、うん、ヨガが終わるときみんな最後に鳴らす先生も多いんだよね。へえ。終わりの、そうそう、なんか印みたいな。そうそうそう、最後にこれを鳴らす先生。あ、そうかな。おお。ありがとうございます。再生数がどれだけ伸びるか。まあでもこれ一番有名なのはチーズケーキって言って、だってみんな小学生が俺触らせてくださいって来るんだもん。おおお、匂い嗅いでる。あ、おいしそうな匂いがする。あー、そうそうそう。そうそうそう、それでも、それでも、音抜いておく。これは偽物。偽物。それで本物だって。それ注文して本物の偽物なんだけど、これ本物。何、匂い嗅いでる。え、あれ何、あんまり匂わなくない。匂わない、うん、そう、あんまり匂いなくなって、あんまり変わんない気がする。あ、でもこっちはパンの匂いする。これは甘い匂いする。これも匂いつきちゃう。すごい。そうそうそう、ちっちゃいのも、これやりやすい、安い。あれも匂いする。これは匂いしない。